こんにちは。私は秋バレエスタジオ水の口校で、ママのための美容講座、バレエ美容講座を担当しています竹野目ゆかりです。この講座は日曜日の、朝9時10分から10時25分の75分間バレエと美容の知識を得ていただいて皆さんに綺麗になっていただく講座です。それでは早速今日のテーマを紹介します。今日のテーマはくびれを作ろうです。皆さん、ね、鏡を見てなんか太ったなとかキュッと引き締まったくびれはどこへ行ったんだろうなってことはありませんか？普段服に隠されている部分であるからこそ、見えないしという甘えからですね、特にケアをしてこなかった方っていうのが非常に多いと思います。確かに普段見えないのですが、美しいくびれができることによって圧倒的に服が似合うようになります。それでは皆さんの目指したいお腹っていうのは皆さんイメージできていますでしょうか？今回はくびれを作ることっていうのを目的として行いますので、バキバキ割れたお腹のトレーニングのケアですね、鍛えたい部位だったり鍛えすぎない部位、目指すものによって様々で、例えば皆さんのよく知っている腹筋運動っていうのをそれなりに継続して行ったとしても、筋肉はちゃんとついてくるんですけれども、くびれができづらいお腹になったりするんですね。で、まあ、お腹に限ったお話じゃないですが、ご自身の理想っていうものがちゃんと頭の中で描けているかどうかというのはとても重要なポイントになってきます。くびれに必要な筋肉を紹介します。まず一つ、腹横筋、インナーマッスルで私たちの姿勢をですね、コルセットのような形で支えてくれる筋肉です。2つ目、腹直筋、お腹の縦のラインを走るアウターのマッスルですね。もう1つ、3つ目、腹斜筋、これはくびれのキーポイントとなるインナーマッスルです。横腹を斜めにですね、走る筋肉になります。あともう1つ重要なのが内転筋、ちょっとお腹の筋肉ではないんですけれども、足の内ももの筋肉ですね。皆さんが大好きな内ももの筋肉。バレエをしていく上では欠かせない部分であるんですけれども、なので逆にバレエをしていれば鍛えられる筋肉でもあります。ここがなぜ重要かと言いますと、骨盤の開きっていうのを整えてくれる役割をするので、くびれに必要な筋肉の一つとなっています。それでは絶対に変わる、皆さんだけにしか教えないくびれ目線というのを、順番に紹介していきたいと思います。まず最初にやることっていうのは、ご自身の体っていうのをまず受け入れてあげてください。今自分はどんな体なんだ、ここにちょっと肉がついてるななんていう、ちゃんと受け入れてあげる。そして理想の体というのを自分の中で明確にしてあげましょう。そうすることによって、やるべきトレーニング日々の自分の癖ですね、姿勢の癖だったり、食べてる時間が遅いとか、そういうことに気づきというのにね、つながっていくわけです。そして次にやることというのが、体をほぐす、体の水分循環を促す。これは筋膜リリースといって、後で少し紹介するんですけれども、やはり普段ね、動いてない方っていうのは、筋肉カチコチに固まっている方が多いと思いますので、まず、トレーニングをする前に、全身の筋肉っていうのをほぐしてあげる、筋膜をリリースすることによって、水分循環が良くなり、血流が良くなります。これをね、必ず、2番目に取り入れましょう。そして次にやるのが、先ほどご紹介した、腹横筋、腹斜筋、腹直筋、内転筋をメインに鍛えていくということ。そして次に筋トレの後に有酸素運動をすることによって脂肪燃焼につながるので、トレーニングの後にバレエのエクササイズ、ゆっくりしなやかに体を使っていくということですね。そして終わったらクールダウン、ストレッチ、少し使った部分をほぐしてもらう。最後に時間のある方は湯船にしっかり使って全身でマッサージ、全身をマッサージすることというのが大事になっています。はい、それでは実践編に移りたいと思います。と先ほど説明したくびれのメソッドの手順の2番目にある、水分循環を促して血流を良くするっていうところなんですけども、ちょっとあるアイテムがあるので紹介したいと思います。
私が使っているこのローラー、ランブルローラーって言うんですけども、見えますか？結構ね、ゴツ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 しているローラーですね。ストレッチポールとかでも、まあ、初めての方はこうストレッチポールとかあれば、そういうので、代用していただいてもいいかと思います。それでこれ、ちっちゃいのが、これもですね、トゲトゲがついてるんですけども、結構硬いですね。これは、私はこうやって足の裏とかをね、こうほぐしたりとか、あと膝の裏側だったり、あとですね、結構脇の下とかも、老廃物溜まってたりするので、こう、今ちょっと床なんですけど、例えばテーブルに、この上に置いて、こう、コロ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 転がしていくと、結構ね、こう、スッキリしてきたりします。これ、こういうのを持ってない方なんかは、こう、テニスボールとか、あとはもう少しちっちゃいね、お父さんとかもし持ってるかもしれない、ゴルフボールとかがあればいいかなと思います。で、全くこういうアイテム持ってないよって方は、簡単に家にあるもので作れるので、それを今から紹介したいと思います。もう読まなくなった雑誌。できれば、分厚い雑誌がいいです。分厚い雑誌を2冊用意してください。それをしっかりね、きつめに巻いていただきます。で、巻いて、中に、アルミホイルの芯だったり、ラップの芯っていうのをもういらなくなったものでいいので、入れて、しっかり固くなる。で、輪ゴムを両端でしっかり留めます。上からバスタオルを巻いて、くるくるくる巻きます。で、両端留めます。するとちょっと簡易的だけども、こういう形のね、筒状のものができるので、皆さんぜひ、作ってみてください。やり方としてはですね、本当に自分残ってるなと思うところでいいんですけれども、例えば腕と、あと背中の柔軟性を高めるためには、このようにして、しっかり伸ばしていく。で、戻す。っていうので、背中の柔軟性もしっかりアップさせることができるのと、ただ転がすのではなくて、しっかりこう圧をかける、プッシュして圧をかけることっていうのがすごく大事になってきます。あと腰の後ろ。この辺から自分がちょっと凝ってるなって思うところを、肩甲骨の上あたりをですね、自分で押しながらコロ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 していく。で、あまり長い時間やらないで、ください。ちょっと血流が良くなって体調悪くなったりする方もいるので、あまり長時間ではなくて、3分以内ぐらいに収めて、同じ箇所を3分以内ぐらいに収めていただく。で、コロ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 って、まあ、テレビを見ながらでもいいですし、空いた時間に、でもいいので、しっかり体をこれでほぐしましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はくびれの作り方、くびれメソッドについてお話をさせていただきました。実はこのくびれ編っていうのはね、かなり人気のある講座で、もう生徒さんからももう一回やってほしいという声が出てるぐらい人気の講座なので、皆さん興味ある方は、ぜひ私の美容講座にお越しください。日曜日の朝9時10分から10時25分、75分間やってます。ぜひお待ちしております。バイバーイ。